皆さんこんにちは、 C キューブの田村でございます。たくさんの皆様からのコメント本当にありがとうございます。動画を見てですね、合格しましたという温かい言葉もいただきまして、とても嬉しく思っています。励みになりますので、どんどん皆さんコメントいただければと思います。またですね、実際私が一元化していたテキストについてですけれども、どうやってじゃあトレーニングの問題と回答をですね、貼り付けているのか知りたいというコメントをいくつかいただきましたので、今回は実際に私が受験勉強時代でですね、問題と回答を縮小コピーしてテキストに貼り付けていたという実際のノートの作り方を実践してみたいと思いますので、ご覧ください。はい、ではまず実際のテキストですね。これ私が使用していたテキストなんですけれども、スペースがなくて貼り付けられないっていう言葉をよくいただいてたんですが、確かにこのようにご覧いただくとスペースがありません。なので計算と計算の回答に対して貼り付けることはできません。ではどのように私がやっていたかというとですね、用意するのがこのルーズリーフです。でただこのルーズリーフをそのまま貼ってしまうとですね、はみ出してしまうんで、うまくいきません。なのでこのルーズリーフのですね、この丸の部分、ここを切り落としていきます。これを切っていくということをします。はい、そうするとちょうどですね、これが収まるサイズになります。はい、これ見ていただくとですね、ぴったり収まるサイズになりますので、でこのままだともちろん落ちてしまいます。ですのでここの部分に糊でですね、これ貼り付けます。はい、糊でこの間に入るように貼り付けていくという感じですね。はい、そうするとこういうふうにですね、見事貼り付けられました。でこれでノートのページ数が増えたというような状況になりますので、ここに実際これ試しに持ってきたんですが、これが仮にトレーニングの問題としますと、これが問題です。でこちらがトレーニングの回答ですね、を縮小コピーしたものになります。でその該当部分、間違えた部分に関して問題と回答を縮小コピーした部分を切り取って貼り付けていきますですね。はい、これが問題ですね。そして次に回答と、回答部分も切り取っていきます。もちろん縮小コピーがですね、大きければもっと縮小してもいいと思うんですが、まあ、A4 からだいたい B5 ぐらいのサイズがおすすめかなと思うので、ぜひ試してみてください。まあ、もしもっと小さくても見えるよという方はもっと小さくされてもいいかなというふうに思うんですが、私は A4 を B5 ぐらいでやっていました。そうするとこのようにですね、問題と回答とコピーができましたので、これをではルーズリーフに貼っていくとですね、これが問題です。そして回答、はい、そうですね、こんな感じで問題と回答と、貼り付けることによって計算のテキストと問題が一つのテキストに一致元化されたということができます。でもし余力があればですね、私はここに、何で間違えたのかですね、コメントをしたり、問題を解くために必要な要件はどこにあるのかということをマーカーで引いて確認をするようにしていました。なのでこの、テキストが出来上がった頃にはもう自分の間違えた問題は全てこのテキストの中に貼り付けられますので、改めて問題集を解く必要はなくなるため、もうひたすらですね、直前期はこのテキストだけを見返せば合格までたどり着けるというように工夫をしていましたので、よろしければ皆さんぜひお試しください。